前回終わりの、えー、ほぼ統一までを見てきましたけども、この信秀が死んだと、あと、前回金子先生がちょっと面白い話まとめてくれたはって、金子先生の書き込みでは、信秀の葬儀積むのが、まあ、いわゆる敗着の場であって、そこのところに信長が、まあ、塗り込んでいくときに、ああいうふうに、えー、むちゃくちゃな格好をしてぶあの、葬式をぶっ壊すぐらいしかなかったという話をなったらいらっしゃいましたけども、 実際、信秀が死んだ後の織田家の動揺というのが結構ありまして、それが結局、この動揺によって、尾張の国の東部の、まあ、山口家とかがいくつかえ今川家に離反していて、尾張の国の東部をこう今川家の勢力に入ってしまうと、尾張の国とそれが千知多半島のつながりが立ち切られてしまうと。そうなりますと、え伊勢湾の政界権に非常に大きな影響が出てくる。特にあの 織田家は割合、この伊勢湾の海運っつうものに収入源を持ってましたから、非常に大きな影響があると。さらに伊勢の方でも今川家に動く動きがあって、この沖畑の戦う直前あたりには、実は信長っつうのはか絶対絶命のピンチだったということが言われています。1560年5月12日、今川義元が九掛家城に入ってきました。 これあの、吉本がわざわざ西の方に斎場、えー、した理由として、よく言われているのは、この天下、えー、掌握のためであると。要するに京都に登って、えー、天下に登ると。ただ、こ,これは今日では、おおむね否定されておりまして、もし天下掌握をするために、上洛するんだったら、あらかじめ例えば、足利をしてるに話をつけておくとか、そういったことがあるはずなのに、そういったことは一切ないと。 ということで、信長を潰してその後の話とか、えー、いろいろとまあ問題もあるわけであって、えー、今川義元がこの160の段階で天下へ登って、まあ、後の信長のように京都で天下府部、えー、といったことをや,るやろうとしているのかといったら、多分ん義元はそんなことまで考えてないだろうというのが、まあ、あのメインの考え方です。まあ、それに対して いやいややっぱりあの吉本が斎場した理由としてまあ関東方面を固めておいてえまあ吉本の後ろにはえまだこの段階では北条氏康、えー、武田信玄今川義元の同盟が一応あのまだ成立してますからえ吉本にとってはとりあえずえ西の方に天下をあの京都に行ってえというそういったこともまあないわけじゃないんだけどもま多くはやっぱりえ現状では 吉本はあの、まあ、三河、西特に東西三河、あるいは、えー、尾張の方まで、えー、狙うで、どこまで尾張を狙おうとしていたのかと、まあ、例えばあの今川良春の、えー、子孫の今川中脇が一時、尾張宗がやったということもあって、今川にとっては尾張全域をこう支配するというのは一つの悲願であったというふうにも見られるんですけども。 この辺に関しても、どの程度まで吉本が考えていたのかっいうのは、えー、実は分からない。ただまあ、あの吉本が少なくとも、えー、西三河を固める、それからあの、えー、伊勢湾の政界権を抑える、そういった方向への、えー、方針はあったんだろうと。だからまあ、あのこれが即、えー、天下ではないにしても、天下を取るにしたとしても、まあ、あの伊勢湾の政界権を抑えない限り、なかなか難しいものがあるだろうと。 9月12日にえ日間に入ったに対して、9月19日、信長は清洲城を出発しています。清洲城を出発して、国境付近の全勝寺取りに入った信長は、そこに待機された2000人で出撃します。 5, 人前後の今川軍と激突します。まあ、今川軍は全軍では2万人なんですけれども、これ、あのポイントが一つあって、この2万人というふうに言われる、この2万人というのもどの程度正しいかわからないんですだから、この数字というのは全て、軍基物等に載っている、えー、数字ということで、ほんまに正しいかどうかはわからない。ただ、2000人と2万人というふうにやって、信長が10倍高かったんだというのは実は間違えていて、例えば2000人として、全軍2万人やとしても、あの例えば別行動している、えー、三河勢の、 松平元康に引きいられた三河勢、まあ、それ以外にも今川軍はあちらこちらに分散配置されている、さらに言うと今川家の場合はそのアウウェーですから、補給のための人員も必要だって、そういうとも含めてまあ2万人だろうと。いろんな状況から当時、今川仕事の周りには5000人ぐらいだろうと。だから2000人で5000人に突っ込むということで。 この話をチロチロと読んでみるだけでも、まあ、あのこの辺あれですよね、あのなんか、奥原の戦いは、実は信長と今川義元とは似たようなもんだったんだろう言うてあの、本郷和人先生はわざわざなんかあの人間を複数集めて、風船叩き割るやつでか、数少なかったら絶対に勝てないというように言ってはりましたけども、実際には言うほどのあれでもないと。そそもそも これ、誰もあの2000人と2万人がガーンぶつかり合ったという話誰もしてないわけであって、実は2000人と5000人ぐらいの、えー、あれであると。で、えー、2000人と5000人でもまあ難しいというあれですけども、実際にはあの5000人が一斉に飛びかかってくるわけじゃなくて、細い道筋ですから、えー、正面からぶつかり合えば戦えるにが掲られてるわけですから、実は2000人と5000人っていうほどの広い場所で騎馬戦でやるんだったらとにかく、広い場所でボーンやるんだったらとにかくとして、狭い場所での衝突。 なならば2000人が勝つここととともあるわなということを言えますよく言われる沖狭間の戦い、奇襲説か奇襲正面攻撃かということに関して言うと、今川吉元からすればおそらくあの、どう考えてもこれは奇襲なわけですね。要するに、あのえー、吉元としたら、多分信長がいきなり突っ込んでくるというふうには考えていない。こんなスピードで突っ込んでくるとは考えていないわけです。多分 だから、吉本氏はどちらにしろ機種の、ここでいう奇襲というのは、迂回攻撃なのか、それとも正面攻撃なのかということですね。江戸時代に、えー、書かれた「新朝期の方では、えー、要するに今川義元軍を迂回攻撃して、横っ腹から吉本本陣人に突っ込んだというふうに言われているわけです。それに対して、正面攻撃というのは、これは新朝後期に、えー、載せられた議論であって、新朝後期では真正面から。 とでえー、迂回攻撃というのは要するにこう信長あの吉本がこう行く時に信長こういうふうに突っ込んでここに吉本がいたと。でえー、奇襲攻撃の場合は、えー、こう突っ込んで、えー、ドカーンと行ったと。でこの辺に吉本がいたと。えー、だから前の方がぐしゃぐしゃつぶるとあっちも吉本に到着した,したわけですね。 で吉本の、えー、人物像に関しては、まあ、あの次あたりで今川家をやるときに取り上げますけども、よく言われているのは、まず、まあ、吉本は実際にはこれ腰に乗ってたらしいですね。腰に乗ることを許されているのは、これ、芝、えー、守護家、つまりあの腰に乗ることを許されている人間というのは非常に限られておって、あの織田信長はも,もちろん、えー、腰に乗ることは許されていないと。腰に乗るというのは、これはい、ごく一部の人間だけ認められた将軍家からのあれであると。 で、え、まあ、吉本は、えー、こう、突っ込まれた段階で腰に諦めて、牙に乗り換えてるわけ、乗り換えて、 対、えー、却を開始するんですけども今度は逆に、えー、5,000人がこう見細身でこうずーっと出てると、まあ、なかなかこうカーン来た時にこちらの方が暑かったらなかなか対却もできずに今川軍は非常に大きな損害を受けたっていうのが近年の見方、えー、ですでこの迂回説迂回攻撃説がむやみやたらに気に入られたのは日本陸軍が参謀本部がこの、えー、いろんな戦士を作っ やる際に、まあ、奇襲攻撃っていうのは結構好んだらしくて、えー、この奇襲、あ,のありとあられるものを奇襲攻撃によって、奇襲攻撃によってというふうには、少ない兵力で大兵力と戦う。日本がアメリカとかソ連とか戦うとき、仮想敵国がソ連あるいはアメリカですから、その戦うときに奇襲によって勝つ。 ということが非常に懸念されて、で特にあの真珠湾攻撃以降、そんな話はどん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 とおひれはひれがついて膨らんでいったというのがどうも真相であって、まあ、実際にこの新長期と新長後期、新長期とこの新長後期、まあ、どちらが正しいか言ったら、まあ、それは新長後期の方がえがより同時代に近い、要するにまあ信長に仕えた太田雄一が。 書いとるわけであって、新潮後期の方が、えー、まあ、より、えー、正しいだろうと。ところが、まあ、あの、我々が、の、信長に関して、えー、結構感じている。えー、いろんな。思い込みというか、そういうとものって、結構これ新潮期由来の方が多いんですね。新潮期自身、自体は。公安新潮期と呼ばれていて、あの。まあ、あの、なんとか法案という人が、えー、書いた人であって、これ、あの。対抗期と、えー、あの、両方とも、同じ人間なんですけども。まあ、江戸時代に、ちょっと面白おかしく書かれた、えー、話であると。 えいう,ふうに、えー、まあ見るるべきであるとだからその新長期、新長期から新潮後継とで、さらに当時の文書等を、えー、当時の日記とか、そういう第一次資料を見ていく。あとそれから信長の、えー、人物像に関する話は、まあ、次回にまたあれですけどルイス・フロイスの影響も結構大きいですね。特にあの、えー、近年言われている信長が権威に、えー、全く、えーまあ、動じない、そういう人物であるというのは、えー、実は、あの、 ルイス・フロイス系の、えー、まあ,あの、あれですねだ。ルイス・フロイスは実際、信長と、えー、交流もあって、非常に一次資料に近いんですけども、ただあのフロイスは話を盛る傾向があるので、その辺をどう解釈するのかというのが結構問題になってくる特にあの、えー、宗教絡みに関しては、フロイスさんの話と、それから実際の信長の行動とは合わないところは結構あるんで、その辺はかなり、えー、割り引いていかなければならないと、えー、いうことが言えます。 沖縄の戦後ですけども、西三河からの今川勢力の一層。要するに西三河をめぐってずっと、信秀と、えー、吉本はこう、えー、戦っただけであって、それがまあ、あの、えー、沖縄の戦いによって西三河から今川勢力が一層されていき、松平元康が独立すると。で、松平元康、西三河の黒人だった松平元康と、小野信長はしばらく戦うわけですけども、えー、2年間、交戦後、えー、1960年に清洲同盟、 いわゆる信長と、えー、松平元康との同盟が締結されて、これによって松平は今川から自立すると。これによって信長は東の方から撃たれるということが、えー、なくなると。要するに今川氏に関しては松平氏が盾、えー、になってくれると、えー、いうことで、まあ、信長はこれによってようやく身の攻略に向けて腰を落ち着けて、えーまあ、対処することができるようになったということになります。 美濃ですけども、えー、美濃の攻略に関してはまず美濃をバックにしている大海の阿財長政まずここから、えー、調略を開始しますあの沖縄間の翌年1561年には阿財長政と同盟組んでいます妹の一夫長政に訪がせており1562年には松原元康と同盟を組んだことによって信長は本郷それまでの清須から北の方の小牧山城に移しています 要するに犬の方に近い方に、これで小牧山城に移せるっついうのは結局、あのー、背後、えー、西三河が松平、元康安のものになって、織田の影響下に入ったということで、信長にとっては清須、えー、名古屋辺りから北の方に行けると、要するに犬に向かうことができると。1六6 5年に犬山城の、えー、織田信雄を、えー、倒しています。 信長のいとこであり、えー、かつ信長の姉が突然のつづけ先であって、あの信雄との戦いの時には、この信清は、えー、信長にと協力してたんですけども、その後、えー、自立して、あの独立した勢力として、えーまあ、信長に抵抗するようになっています。それを、えー、倒して、織田信清は甲斐の国に、えー、あの亡命してます。で、えー、信長の姉は、えーまあ、その後信長の保護下に入っています。 でこれによって、えー、完全に終わりは、えー、投影されると。その同年、武田信玄と同盟を組んで、自分の命を、えー、養生にした上で、武田勝頼に嫁がせています。これによって武田信玄と信長の関係は、まあ、強くなって、これはの後に、えー、この武田信玄との同盟は、ややこしいことになりますね。8年間ほど続くんですけども。 あの千六百六十五年、えー、京都で永禄の変が起こっています。足利義輝は殺されて、足利義輝が擁立されると。その中では信長はもちろん義昭との連携を選んでいます。結局この義昭との関係、義昭はあのなんとか、えー、この齋藤氏との関係をなんとか取り持つのですが、まあこれ結局うまくいかずに千六百六十七年には齋藤氏が滅亡します。 この頃から、えー、天下富武の、えー、印を使い始めています。でこの天下富武に関しては議論が、まあ、ありまして、今までは要するに天下、つまり日本を武力で、えー、制圧するという、そういう、えー、話であるというふうに、まあ、言われてるんですけども、まあ、近年ではこれ天下というのは、畿、えー、内を中心とする、えー、勢力圏であると。要するに将軍が支配する地域であって、これを、えー、現在今、 えー、荒れているこの機内将軍が支配すべき天下これを武力で制圧するというそういう意味であるというふうに現在考えられていますまあこれももちろんあの 以前の信長像にだわる人からすると不満があるようであって、いや、天下って言葉は日本っていう意味だということを鎌倉時代からあるんだけどなということを言ってる人もいらっしゃいますけども、これ、あのそもそもあの天下という言葉が、えー、どういうふうに使われてるのかっていうのは別にあのの新しい研究もなくても、えー、物町時代国語辞典見たら、あの時代別国語、えー、大辞典。えー えー、三省堂に、えー、時代別高校大事典となりますがそれの天下を見たらちゃんとこの機内いるわけであって天下って言葉は当然いくつかの、えー、言葉あるんだからまあ辞書ぐらい引いたらいいんじゃないかなと私は思ってますけども。 他の時代の研究者で、えー、いきなり戦国時代に入ってくると、なんでこのトンチンかなことを言うんだろうと、えー、思うんですけども、まあ、あの <laughs> しゃあないのかな <laughs> というか、いや、それであのずっとテレビ出てるのは、これ、反則だろうと <laughs>、私は思ってるわけですけども、テレビは使いなしゃないかな、うん。信長の上洛、この辺りまでちょっと見ていきますけども、1168年に足利義昭は越前から美濃に移、えー、っています。 結局、越前あの、これ難しいのは、吉影はぼーっとしていて動かないというイメージを持たれるこれ動きたくても動けない。後ろに一個一斤おるわけですから、吉影としては実は動けないという問題が実はあるわけですね。浅倉吉けは動きたくても、実は上洛しづらい、えー、状況にある。要するに兵力を大量に。 後ろがやばい状況で、加賀の一向きがいつ入ってくるか分からん状況で、えー、越前から大量の軍隊を出して、えー、三好三人衆と、えー、戦って、機内を武力で制圧するっていうのは、これは実際には義景には無理ですね。だから義昭が、まあ、美濃に移ってきたのはあれです。ただあのよ、その時に義景は諦め悪く、ぐずぐずと言うんですけども、義明はとっとと美濃に移ります。えー、美濃の信長の方が、えー、後ろに松平が後に平 まあ、おるそれから、まあ、あの美濃と尾張の2か国っいうのはそれなりに国葬地帯がありますから経済的にも、えー、豊かであると、えー、いうことで、まあ、信長の場合はそういう意味であの朝倉義けに比べると、えー、有利であると信長とに京都に向かいます。三好三好人氏をぶち破って 吉明を将軍につけた信長ですけれども、その後え、本国寺の戦い、要するにこれ、あ,のあれですね、義明がとりあえず本国寺に入った後え信長が岐阜に戻った時に、三好三人衆と斎藤達夫家が攻めてきたという事件ですね。 この時は、あの、え、信長残していた木下秀吉、あるいは、吉明の家臣であった、細川藤高や三淵藤秀、あるいは、あの、明智光秀、え、こういった人々が、え、戦った結果、かろうじて、あの、吉明は、まあ、助かったんですけども、その対策として、信長二条城を築城しています。この二条城というのは、現在二条城とは違います、場所が。それと、こえて、電柱を着て、 数を出しています。これはあの吉明政権の正中なのか幕府最高なのか議論がかかるところです。で、戦国六十九年には堺の支配権、戦国七十年には五箇条の上章と出しています。これによって信長の、えー、独裁独裁権強化というふうにまあ言われてきたんですけども、えー、実は信長の幕府のセキュリティな関与かということが言われています。あ先週ねあの葬儀の話だったでしょ。はい。 信秀の葬儀の喪主は信勝やったということなんですか多分そうなんでしょうね。と一応、共同喪主と形になってみたいですけどね。2人が母主という完全に信勝の方に一本化されてたわけでもない。うんまあ、一応、建前上は信長との信勝で共同家督と,という形なんでしょうね。 実際には、まあ、信長をいきなり排除するわけにはいかないから、まあ、実際には、えー、信,長信勝と信長の、えー、2人だけども、もともと信秀がいた末森城を、えー、まあ信勝が確保して、信秀についていた柴田勝家とか林道勝とか佐久間信盛とかそういった連中がみんな信勝につけられたというのは、まあ、ほぼ答えがはっきりしてて、信長についてたのは平手正秀ぐらいという形で、まあ、勝負は実はあったんでしょうね、あれ。 信長が過激な行動を取らなければ信長はフェードアウトさせられてもう信雄が家族を継承して一本化すると信長の何かの行動を取らなければ、まあ、あの葬式をパスしてもその後のあれでもどっかで信長が何かあのやらないとそのままフェードアウトしていた可能性は確かにありますねということは信秀がどこかで方針を転換したんです一,一,一回は 信長を着して、うん、で信長と信秀が継いでましたけどもまあ多分信秀としてはあの信長に不満を持たんの,のかもしれませんねあるいは、うん、あの美濃との関係を強めるかどうかという問題もあったかもしれませんし、うんまあ、信長のバックには常に美濃があの要するにまあ信長の場合は奥さんがあれですから斎、まあ、藤道さんの影響力がどうしても背後にちらつくと。 あ、信長が投手になると、斉藤道三の影響が終わりに入ってくると。うんうん、次に、その今川義元のとこですけど。義元は何を狙ってたんだということで。終わりなんですかね、やっぱり。終わりと、までも、いかなくて、あの。三河と、それから終わりの一部。まあ、義元は多分、終わり全土を、こう、支配するというのは。やっぱり、手間かかると思うんですよ。 信長を殺して完全に支配ずな、うん、まずとりあえずはこの段階では三河と尾張の、えー、国境線をこちらにあの西側にずらしていくと着実に吉本はあの尾張東部が今川家に離反して知、えー、多半島と尾張の連絡を切ってるわけですからここのところをしっかりと吉本自ら抑えに行ったというのはあると思うんですね。 大高城でしたっけ、あの知多半島のとこにある、あ,はいはい、あれを抑えてたんですよね、今川側,側が。そうそうそう。あの辺りの支配権をきちっとしたいと、とりあえず。そこを多分完全に抑えたら、からあの、えー、名古屋市付近までこう抑えていったら、かなり信長は困っちゃうだろうと。とこう最後の松田が元康ですけど。 今氏真が結局あの三河の方にあまり向かなくなってしまったという、まあ賢いかどうかというよりも要するに今川氏真はあまり三河の方に関心がなかったというのがあるかもしれませんね氏真、うん、にとってはあの北条氏や武田氏との関係を強化していってとりあえず駿河遠江をしっかりと守ると三河はちょっと戦線を伸びすぎやというふうに考えたかもしれません でそうなると今度は松平元康を返したら不満になるわけですね。つか元康が返したら見捨てられたと。パーートナーを変えないといけないいいと、うん、元安ととけもしても、うん、自分独自ではちょっと織田とのに西三河にあの野心を持つ織田との戦いを自分だけでやっていくには無理があるし今川氏真はもう西三河に関してはもうカットオフ通か損切りを、えー、図るという。 その辺の本って読んだことないですけど、出てるんですか氏真の戦略とかいう、そういう本は。あんまり記憶ないですね。多分あの、私 <laughs> も読んでないですけども、まあ、なんとなくのあれですけど、氏 <laughs> 真の本は多分ないと思うけども、よ今、吉本のところにちょろ載ったりせてへんかなという。吉本の研究というのはあるんですかあると思います。<laughs> うん、<laughs> ミネルヴァとかじゃないかな、人物総者か。 小和田哲夫先生が何か書いてあるとは思うんですけど想像和田先生と本郷先生はどこでも出てきますね個人的に言うと小和田先生は一戦国時代の戦国時代研究やっぱりリードしてきた人ですね。60年70年代80年戦国研究をこうリードしてきた研究者の一人ではあるんですね。ということは当然あの新しい研究では小和田哲をどう乗り越えていくかと。 一応定説のようになっていて、そこからそれ乗り越えるために研究すると。うん、大田説はそういう位置づけですね。そうそれは立派なもんですね、スタンダードになってるというのは。大田,田先生に対する批判とか文句とうのは、要するに古いと。だからテレビとかで古い話をこうやるのはまあ当然なんですけどね。うん、ただ、あのいや、違うんじゃないかという、最近、豊富な研究になってますよという。そういう意味でね。大、うん、田,田批判さんと違うそういう感じですわ。 歴史の先生も大変ですね。歴史なんで変わらへんぞもとして多いけど。ものすごく変わりますからね。<laughs> 信長の上洛の時に信長と義昭との関係なんですけど、いつから信長と義昭の関係が悪くなっていくのかということですね。前中を起きて、これによって義昭政権は成長されていったと。でこれが義明 との対立の始まりであって、さらに1 9 7 0年には五箇条上昇を出して、さらに信長独裁権が強化していて、これに面白くない義昭が不満を高まったといったら、義昭と信長の蜜月関係でわずか2年足らずということになってしまうわけです。で、実際それがどうなのかということで、前長期で五箇条の上昇の中身を一応あの私なりに訳してみました。前長期で九箇条、まず最初に九箇条が出された後追加七箇条があります。 休暇僑を見ますと、こういうふうな旧華僑ですね。普段から召使使っている人間に関しては今まで通りにすること,と。これは要するに今まで通りとは、今までの室町幕府のやり方。つまりこれは室町幕府の、えー、方法を踏襲しますということですね。公家宗などは、この公家宗というのは,実は、実際の貴族というよりは、要するに公家なりのそれ相応の感触を持っている、えー、有力な人々ということですね。まあ、将軍の具合があれば直ちに参勤すべきこと。相伴者は常に参勤すべきこと。 売信はは以外に近づいいてなならないこの辺は別にあの信長の権力強化とは関係ないですね。信長の権力強化に関係あると言われているのは、この内装は停止する、あの周りに訴えずに、えー、直接訴えるということですね。これは禁止すると。それから、あの奉行人に諮問した以上はその決定に従いなさいと。 これ将軍に対してですね吉明は要するに、奉行人の指紋がある以上は、その奉行人の指紋に従いなさいということで、実は吉明というのは、あの幕府の奉行人の、えー、採決に異、えー、を唱えることは基本的に認められていないと。で、訴訟を起きた以前の通り、それから申し継ぎを通さずに、えー、当番衆が、えー、将軍に直接いろんな話を披露して、意見とかを披露してはならないと。つまり必ず申し継ぎを通しなさいと。 それから、門跡の傍観、あるいは三門集。これ三門集はあの、この辺はいずれも比叡山の関係です。医師、陰苗寺は乱れに施行、えー、してはならないと、えー、いうふうに書いてあって、まあ、これだけ見たら、あの実はあの、こうやって、えー、訳してみると、要するに将軍の権力を、えー、制約しているのは事実なんですけども、これ、要するに室町幕府のパターンなんですね。必ず奉行人というのはやっぱり通すという、あれですね。 数か月後に追加された7か条の追加では、自社本所料の統治業の地については言われなく横領してはならない。この自社本所料というのがやっぱり出てきますね。自社本所料については横領してはならないと。それから債権の譲渡は停止すると。受け取り沙汰というふうになっています。これ、要するに債権の譲渡ですね。債権を誰かあの白紙で、まあ、手形の裏書きですね。今でいうところの。喧嘩口論については禁止する。 それからいろんなものをイリフニア戦争が禁止する。将軍への直訴は禁止。それから訴訟をする者は奉行人を経て翻弄せよと。統治業者は受け身を提出してある以上は安堵の下知を出すべきこと。要するに、まあ、殿中のおきてで,ですから、幕府の中での、えー、話ですね。だから、まあ、幕府の中でこう債権の譲渡を、えー、行うやつっていうのは、おったわけでする停止すると。えー、いうのは、まあ、要するに、えー、幕府の規律の強化。 あのはっきりここであの囲ったこの3つに関しては将軍の権力の制約というふうに、まあ、見ることもできるんですけども実際には持ち幕府というのはずっとこういう形での将軍の権力の制約っいうのは行われているわけであっていやこれあの独裁どうたらこうたら言うてったら。 それを言い出したらほとんどの政治は基本的に独裁というのはやっぱり、えー、されないと、今の政治の方がよっぽど独裁が強いぞというのはあるわけであって、普通は権力の暴走を抑えるためのシステムというのは、まあ、常にやっぱり考えられてるわけですね。さらに、えー、吉信,長の信長が吉田教皇政治者で五箇条の五将、ここになってくるとさすがに信長がかなりでかく出てるなというふうに、まあ、言われるわけですけども。 例えば、これ有名ですよね。諸国にこ内書を出す時代あるときには、信長に命じて書状、えー、を据えさせろと。えー、いうふうに書いてあって、これは、あの、信長の書状、えー、が、えー、据えられていないと、このご内書には効力ありませんよということで、いや、信長えぐいなと思うんですけども、これも実はご内書っていうのは必ず据え状があるのが普通であって、実はあの必ず据え状があるんですよ、これ。 だご内緒には正常はつくわけです。だからご内緒を見たら大体小足が丸々は申すって必ず書いてあるんですね。だからまあご内緒には必ず実は正常あるんであって、この、ね、室町幕府の話を、えー、あまりまあ検討せずにこれだけをパッと読むと、信長めっちゃでしゃばってるやんと。将軍かなり削られたもんですねこれ実は室町幕府の将軍系のまあ実はスタンダードであると。まあ、これはちょっとあ,のあれですね。 今までの激地、要するに義明の決定については全て破棄した上で考えて自政保障を定める。これ、あのだから義明の方がかなり、えー、暴走していろんなことをやってたという可能性が、まあ、言えます。それに対して信長がブレーキをかけようとしていると、えー、いうことを言えるので、まあ、そういう意味では義明と信長の関係で言うたら、吉信長が義明をこう抑え込んでいるように見えるんですけども、それが、えー、信長の独裁というよりは、 えー、要するに室町幕府のあるべき姿に、えー、戻そうとしているというふうに考えられるというふうに言われています。これ第3条、幕府に忠誠を尽くした者に恩賞を出したくても、領地がない場合は信長の文国から出す。実はこの例って一例もないらしいです。実際にあの幕府が、えーまあ、恩賞を出そうとして、領地がないから信長に出せっ言うて信長に出させた例はないみたいです。この条文通いうのは何のためにあるのか言ったらまあ、 あのしばしば実は義明はあのトラブルを起こしてみんですね、この恩賞を出すときにお寺の土地を取り上げて、それをあの家来たちに渡すということを結構よくやってるみたいです。で、あ,のあっちこっちの神社とかお寺とか、えー、公家からあの実は苦情が来てたらしくて、義明はそれを平気でやっちゃったもんで、それに困った信長がそういう場合はうちから出しますから、あんまり無違いなことをせんといてくれということを言ってるということは言われています。で、えー、問題はこの第4条。 天下の義は信長に任せられた以上は誰をも通さず、上位を得ることもなく信長の思い通りに処理すべきこと。これだけ見ると、この天下の義信長の思い通りに処理、成敗ですね。これ、あの、えー、原文では成敗になっています。この成敗、天下の義成敗というのはどのように、えー、考えるのかですけども、これ要するに、あの、えー、言われているのは天下成筆のための武力。 これを信長が担当するというぐらいのようになってくるわけです。もう一つのポイントは、これを信長が、まあ、あの幕府の外部からこういったことをやっていると。天下正筆のための武力行使を担当していると。えー、いうことでやって、この天下の技術の極めて広く、えー、天下成敗、つまり天下の処理すべてを信長が処理していると、これちょっと書きすぎであって、実際にはこの天下というのは、この天下の儀。 のは天下正筆のためのさまざまな成敗については信長は任せられている。 えーいうことで、まあ実際には信長の、えー、権限通のは、そういう天下正室のための武力行使であるというふうには考えるのが現在ではどちらかというと中心かなと。上位を得ることもなく、道太郎交代だもこれはの要するに幕府と独立してと。で、こういうシステムって信長が始めたのか言ったら、まあ考えてみるならば、あの、えー、足利義経の時の大内義興、あるいは足利義 えー、吉春のところの六角育英よりとか、あの、そういうケースって結構あるわけであって、まあ、あれは細川、細川春元は幕府内部、内部とも言えないですね。これはあの細川慶長先生政治についても、まあ、幕府とは独立して、えー、細川家と、えー、まあ、幕府。 奉行人たちが協力し、あるいは対抗しながらやってるわけであって、まあ、この天下の儀、えー、つまり、えー、これは細川、あ細川政元、あるいは細川春元、あるいは、あの、えー、六角世代より大内義雄、それから近くは三好長吉、こういった連中がやってきたことを信長がやってると。これはまあ、そういうふうに解釈すべきであると。 えーいう,ふうに現在で考えられつつありますもう一つは天下正室が実現したので天皇への忠誠はそ略にしないことと、えー、いうことで、まあ、あの天皇への忠誠これはあのしばしば室町将軍家が天皇とあの足利をしてるなんかが大木町天皇と褒めたということをおそらく念頭に置いてるんだろうと思いますこういったことから判断すると昔はあの足利明政権の政中 信長の独裁権の強化というふうに言われてきたんですけども、まあ、近年はむしろ幕府の再興、あるいは幕府の、えー、信長の幕府の積極的な関与というふうに見られています。つまり幕府を再興するときに、この電柱を起きてついうのが、まあ、あの幕府の基本的な方針。だからここのところで、信長が今までの下地は全部一旦白紙戻して、もう一遍やり直しましょうと言っていったのは、要するにまあ信長にとってはこの本国寺の戦いの後、本格的に幕府をこう作り上げていくと。 それまでは、まああのこの、わあわちゃくちゃ、わちゃくちゃ、わちゃくちゃになってる状態とったのをきちっとやりましょうというのが、まあ、おそらくこのえ電柱起きてであり、五箇条の上書というのは、その再興された幕府の中で信長がどのような位置を占めるのかということを規定したものが、えー、この五箇条の上書であろうというふうに言われています。1167年から伊勢に、えー、進行していきます。 信長にとっては、尾張美濃やったら、次は当然伊勢の方に入っているわけであって、あの、このところをこう押さえて、えー、以上は、今度はこちら側、特に北伊勢、あの、伊勢湾をこう押さえるためには、伊勢湾をこう取り囲むように、やっぱり、あの、押さえたいというのが当然あるわけであって、伊勢の方に入っていきます。まず、えー、北伊勢を支配します。伊勢は、まあ、あの、二つに分かれて、北伊勢が、 兵衛あるいは長野市という、えー、黒人が、えーまあ、支配しており、滝川一正を、えー、支配、配置して、あの、有力黒人である兵衛氏には、えー、三男の信鷹を、えー、継がせると。長野市には、えー、弟の信金を養子に継がせて、神戸、えー、それから長野市、これをお大一門の中に組み込んでいくと。1969年には、えー、南伊勢に進行して、北畠市を抑えています。で、えー、次男の三七を 北畠智代として、えー、養子に送っています。これは後の、えー、織田信一ですね。だから実際は北畠信一ではなくて信、織田信一の名前名乗るのは本能寺の変の後です。本能寺の変の前は、えー、北畠智代として、えーまあ、北畠の名前を名乗ってました。1976年は北畠と俗名しますが、えーまあ、信勝さんは北畠智代のままです。北畠を別に滅ぼしたわけじゃなくて、邪魔な北畠智則。 えーらをえー、殺だけですこの伊勢信仰で一つのポイント信長の次男、えー、を北仏ともとよとするというこの条件ですけども実はこの北仏氏との戦いというのはこ,この時に実はあの信長と上位が競り合うとあって、えー、信長と義昭との間で競り合いつまり競合があったということが当時の多門院日記から明らかなんですけどもこれはあの北仏氏との講和というものが まあ、義明を担ぎ出して行われているのは事実なんですね。要するに義明の命令という形で、えーまあ、あの信長は北畠氏との講和をやっている。その講和条件に関して義明と信長の間に信長が義明の出した講和条件に不満があったんじゃないかと、まあ、見られています。だから、まあ、1569年の段階で早くも信長と義明の間には不協和音があるのは事実なんですが。 この不協和音が今後ものすごく大きなものになっていくかというと、この場合は、義明が信長に不満を持っているわけじゃなくて、信長がむしろ義明に不満を持っている状況なんですね。しかもそれが執行猶予を残すというほどのもんでもね、当時要するにまあ上位とすり合いと書かれてますけども、最終的にえまあこれ、義明の考えを取ったのか、信長が考えったのか、それはちょっとわからないんですが、この北畠氏の関係に関しては。このあたりから、まあ、小さな日々やったのは事実は事実です。 一応、1570年頃の戦国大名の半島を見ておきますと、織田信長が豊富にやっていて、武田氏はかなり広がってますけど、あの、織田と武田は、えー、仲がいいです。織田と、えー、徳川も仲がいいです。問題はここが非常に仲が悪いと。え、いうことですね。ここが非常にバチバチと仲が悪いと。この辺はなんか、うきだとか、えー、いろんなものが入ってます。 この辺は相良とか、えー、この辺大村とか、えー、この辺安藤とか、これで見ると南部さんは三日月の、えー、丸くなるまで南部領というふうに歌われてますが、武田の方が広そうかなとか <laughs> え思いますね。えー、毛利とか武田がかなり伸縮してます。で、この辺はあの里見ですね。 この辺畑山とかいろいろありますけども、まあ、小田はかなり農、えー、美平野からこの、えー、京都の国葬地帯とを抑えているということが言えますね。でえー、伊勢の方まで入っていたと。えー、伊勢の北畠氏の支配権まで組、えー、み込んでいって、小田は急速に伸びているのが1770年の段階です。この頃から、えー、信長包囲網ができてくるんですけども、えー、信長包囲網については次ということで、一旦 話を切りたいと思います。奉行人っていうのが出てきましたね。はい。武行人っていうのは例えば室町幕府の時代でいうと、例えば誰を細川勝元のような人を指すんですか。まあいあの説明とかではあの幕府の関係者か書いてありますけども、まああのその担当者やから基本的には多分あの伊勢とか伊能とかそういうあたりだと思いますけど。 三井へとかそういう慣例の,のようなそうじゃない、うん、もっと下の実務官僚だと思いますご内省のとこに疎井城をつけるこの疎井城は誰がつけるんですか室町幕府の全盛期の場合だと基本的には取次がやりますね あのご内緒が出てくる頃になると取り次ぎがやります。で、とその取り次ぎっいうのは、例えば、あの南部市はあの大崎市で、大崎市の取りはぎは芝吉奴です。それから、あの関東区方の取り次ぎは畠、えー、山光井とか、あれはじゃあ芝吉奴か。であの、菊池とそれからあの、えー、長尾とかは畠山光井あとそれからあの笹川 三坂はあの細川持行という、だからまあそのレベルの連中がだいたい取り次げてるので、この辺りがあの水上、ね、出すことは分かったんですけど、この信長と義明の段階に至ったら、それ以上は全部信長が書くと言ってるわけですか。と言っとわけです。 諸町幕府もこれ取り次ぎがあの、えー、可決の乱以降取り次ぎが急速に伊勢家に回っていくんでまあ,あの一時はほとんど伊勢育ち家ですよね。であのだからまあいろんな人間があの伊勢育ち家と信長とはだいぶ違う。 言いたいところなんですけども、まあ、伊勢定地家はあの、えー、吉,吉政からおて,て様と言われててな、吉あの信長は吉明からおて,て様と言われてたんで、あのそういう意味では、あの多分吉義明的にはあの伊勢定地家と細川勝元と、えー、山田総あたりをたあ足して三で割らない感じの、えー、人物が信長だったんだろうなとは思います。だから室町幕府が衰えてきた段階では足利義臣にとっての大内義き 足利義住にとっての六角育より足利義経と大内義興だと大内義興の方が実力ありますよねうんあ信長もそういうあれなんでしょうねだってちゃんと義時はのあの義経を建ててるしじゃこの場合も大内義興が足利義経を建てたように信長は 義明を建てると、うん、それでウィンウィンじゃないんですかと言ってるわけですかそうですねでまあ実際ウィンウィンだしじゃあ3個目にあの伊勢の神戸や長野に子供や弟を送り込みますよねはいでこの場合、まあ、北畠もそうなんですけど友則さ房のおるとこに信雄豊と友豊を送り込んで でもちろん重心は連れていくんですよね、軽男辺りは、うん。そうそうそう。で、それで、じゃあ、北畠の一般家臣団というのは、織田信勝の配下に入るわけですか、北畠智恵の。うん、北畠の家臣団を解体してしまうというわけじゃない完全には解体しない。あの結構、あのこの、続滅するときに、智恵にていしたやついますからね。<laughs> 北畠の家臣団の方で。うん、そうそう。 たマルさんとか、一問でもあの結構、そのままああしれっとの部活の方にくっついてやつあの、くっついていきますから。北畠を構成すしているメンバーとしては、トップが友則になるか、友豊になるか、織田家の人間になるかというのは、これはまあ有利な方を選ぶということですかそうですね。もうやられちゃったらしゃあない。北畑を 力で潰してしまうより、まあ、乗っ取るような形になるんですね、今でいうと。そうですね。あのえー、と会社の経営陣総会というか、うん、まあ、いわばのあの株,で株で乗っ取って、あの役員は買えるけど、<し>部長さん以下は、今まで通り。うん、役員もあの半分ぐらい残すと。例えば、CEO と、えー、COO は小田グループから送り込むが。 執行役員はいくつ、あの半々ぐらいとか普通の管理職以下の皆さんはかなり北畠ですね北畠の皆さんでこれ,これからは、まあ、あ小田グループの中で頑張ってくださいとそうそうそう <laughs> うん小田グループに入ることによってまあ,あの得があればね北畠の人たちとしてもねそうそう まあ伊勢南半分よりは近畿をこう抑える小田グループの一員さんあんたも頑張ってみませんか言われたら乗る <laughs> 乗るやつ結構おるんちゃうかなと平良直方が自分の老働どもを源頼信に行き渡した時に「やった清和源氏逃げてよかった」という話ありましたね、はい、そっちの方がブランドいいしでああ北畠の、まあ、いわゆる従業員としても自分が特に不利にならなければ うん、リストラとかにかからなければまあ経営者変わってもいいやと武士の中世代は江戸時代のもんですからね <laughs> 東堂高虎なんか、うん、あのまあさすがに買いすぎやられたら7回ぐらい買えへんかったらいあの立派な人間じゃねえやと言 <laughs> い放ったぐらいだからまあ、まあ、織田グループに入って織田がダメだったらまた乗り換えたらええしとそうそう <laughs> 信長ね、はい、室町幕府の最高を目指し 吉明がもっとうまく立ち回れば室町幕府がそのまま続いたということになるんですかそうですね信長としてはこう遅くまであの室町幕府を残そうと動いてますからね吉明をた叩き出した後もあの吉明の息子の義人を立てようとするんですけども結局室町幕府が潰れてから多分2年ぐらい経った時についに信長は室町幕府の最高を諦めるみたいなところがあります 信長としては義明をこうあのとりあえず矢をもとに立たせておいて自分があの天下正筆のために自分が働くと義明の仕事というのは結局朝廷との関わりとかそういった方面がポイントであって、まあ、両方とも大事なわけですね結局。あのだ我々はあの軍事 えをやることと大事だというふううふに思うんです、まあ、義明にそれだけの能力は当然義明は結局そういう軍事力に関しては信長に頼らざるを得ないわけであって、まあ、義明にできること,というのは高い家柄を生かして、まあ、朝廷との折衝とかそういったことを行うと、まあ、結局義明がににあの逃げちゃった後信長そこで結構苦労しますよね公家との折衝に関してはまあ大ぎましてんのは結構ポンコツやっただけに結構苦労したみたいだなと私は思ってます あれなんか大ぎましてんの「麒麟が来る」ではものすごく高貴で美しくあの有能な天皇って言いますの。私のイメージでこう資料をこう見た意味ではポンコツやな <laughs> 悪いがご花園とはちょっと器が違うな <laughs> と思ってまして <laughs> 信長としては天皇も将軍もそれなりに能力のある人で期待される役割をちゃんと果たしてくれたらいいと、うん。 とということだったけどそうならなかったのは、義昭は問題ありますね、この人は。<laughs> でこの人しかいないんですね、もう。そうなんですよ。だから、ポンコツでもこいつを数えかすなあかんわけですね。義輝の兄弟に、まともな生き残ってるんで、いないんですかいないです。一人いたんですが、義輝と運命を共にしてるんですよ。あのあの小国寺の六音院に義昭の居ぼてがおったんですけども、こいつは殺されてるんですよ。 だから、生き残ったの義昭なの、義昭だけなんですね。あとは、あの、実は、阿波の国に、義秀の子孫を生むんですけどね。秀吉が抱え込んでる。秀吉が抱えてる。はい、はい。広島、久保がおるんですけども。あれを担ぎ出すの、行かない、行かない。<laughs> 京都にいる人材。で。信長が使えるのは、もう、義昭しかなかったの。そうそう。だから、信長は一応、義昭の息子は、あの、義昭がいっちゃったとも、キープしてます。 だいざというときは信長は義明の息子を後継者に立てるつもりだったみたいですね。ただ赤ん坊やったんで、結局諦めてあの、えー、そいつを出家させちゃって、自分が権代納言、右大将になるわけですウダイになったということは、もう足利に取って代わったということですかそうです 信長法囲網、第1次信長法囲網、第2次信長法囲網、それから意見十七条と第3次信長法囲網がありますけれども、第1次信長法囲網です。第1次信長法囲網は、まあ、信長法移毛とは全部義明のイメージは強いんですが、えー、実際には第1次信長法囲網に関して言いますと、この発端が、義、えー、明と信長が諸国の大名に上洛を呼びかけることに対して朝倉義景が無視すると。 この朝倉義景に関しては、単に無視しただけでゃなくて、この若狭武田氏を、えー、義景が支配下に置いてるわけですね、この頃家督相続等で揉めに揉めた若狭武田氏。最終的に朝倉義景の介入を招いて、義景は、えー、武田元明を一条谷に拉致してしまったと。で、えー、若狭武田氏を事実上滅ぼして、越前、若狭の2カ国を支配するようになった、その義景に対して、その義明からすると、その武田氏を滅ぼしたことはいわれがないと。 いう形で反発する若狭武田氏家はあのずっと京都に出城を持っていて室、まあ、間将軍家にとっては非常に重要な一族だったんでまあ義明としたらその若狭武田氏を一方的に滅ぼした義陰に対する反発だったというのが指摘されています。それを受けて170年には朝倉義陰の討伐軍が出されるんですけども浅井長政が離反したことによって失敗するといわゆる金ヶ崎の軒口ですね。 姉が先であの大変な目にあけで信長は信長は朽木氏の、えー、協力も得て京都に戻ってきて、えー、6月には安川原で六角義方府氏を撃破していますで、えー、同じ6月には姉賀の戦いで浅井・朝倉連合軍を、えー、撃破して近江の方面はとりあえず抑え込んだと第一次世、えー、信長法務では実は逆に義景を討伐したことで長政さらにそれにこうした六角義方 こういった連中によって信長が囲まれているということですね。で、これはもう、えー、あっという間に、まずここで、信長、一言、あの、あれなんですけど、で、信長はこの頃、結局、朝倉、安斎、えー、六角に、えー、信長と。ここに、えー、信長にと、信長がもう一つ戦ってる連中がおって、あの、三好三人衆とも戦ってるわけですね。三好三人衆というのは、要するにあの、足利義明にとっては、もう、えー、ですね。 この三好三人衆と、えー、信長の戦い、ここに本願寺が加わったと。これが一時信長法違法です。さらにこの朝倉浅井の連合軍に比叡山が加わったと。さらにこの本願寺の関係で、えー、伊勢の、えー、一向一揆も戦えー、おこた,ただだと。このグループと、このグループに、 囲まれたのが信長法囲網なわけですね。この信長法囲網の、えー、例えば三好三人衆は敵はあくまで義明ですから、信長法囲網で包囲されているのは信長だけじゃなくて、義明も包囲されているわけです、これは。信長義明を包囲していると。これに関しては、えー、1570年中に急速に話が進んでいきます。まず10月に本願寺と講和、えー、11月には六角伏と講和、 で12月には在朝倉と講和をこぎ、えー、つけて、まあ、あの、この辺を、えー、解除した上で、本願寺と講和、まあ、これがなくなっちゃえば、えー、あとは怖いことありませんから、こういう形で、まあ、その年のうちに、えー、半年ほどで一応この、えー、第一次信長法移網は解除されたということになります。第二次信長法移網ですけども、これはその翌年ですね。 翌年に、えー、吉明はごないしを、浅井、朝倉、本願寺、武田などに送り、送ることから始まります。それに対して、信長は、あの、浅井、長政の重臣でた豆の和政を調略して、沢山城、現在の彦根市ですね、を確保します。これによって、浅井はかなり、えー、まあ、信長によって圧迫されることになると。さらに、勢の一向一向を交易して、まあ、大儀を与えてると。さらに、比叡山を焼き打ちして、信長は、 自分の敵対者を少し、えー、ずつ削っていってると。でそういう中、第二次信長包囲網が始まります。これは阿房の篠原長房、えー、これはあのあれです、ね、三好一門ですね。これと松永久秀明義継、浮田直家、この辺が連携します。彼らが足利義昭と、えー、信長毛利輝元を交易する。 だからまあ、この第二次信長包囲網も,も、そのスタートにおいては、この包囲されるものに義明が含まれてるわけですね。だからまあ,あ、いずれにせよ、ここではやっぱり阿房の平島九宝というのは、実は多分何かあるんだろうと。こういう中でちょっと困り果てた義明は、武田信玄を通じて信長と本願の僕を画策します。ただこれは失敗終わってます。で、これ、実はこれ一つあ、あれなんですね。 武田信玄を通じて妻は、多分信長にとっては、えー、取り決め違反じゃないかと。これを頭越しに武田信玄と通じたじゃないかということになっていって、義明と信長関係は急速に悪くなると。義明が、えー、信玄を通じた理由は、あの実は信玄と本願寺の権威は、奥さん同士があが妻同士妻が、歳出側の姉妹なんですね。武田信玄の性質と、えー、権威の性質は姉妹であると。 細川春元と武田春信と、それから本館事件にというのは、実は、あの、妻が姉妹同士であるという、そういう関係なんですね。だからまあ、そういう関係を通じて考えたんだろうと。ところが、その年の10月、武田信玄は政治を開始します。これは、あの、徳川家康と、えー、武田信玄の間は、とうとう巡る争いがあったと。ええー、いうことで、どういうことかと言いますと、この関係ですけども、 今川家が、えー、衰えていった中でもともと今川はこういうところを取ってたんですがあの武田信玄は、えー、家康に対して持ちかけるわけです。今川をぶっ壊して駿河を武田が遠江を徳川は取らないかと。徳川もそれに乗っかって三河からこの遠江をやったんですけど武田はあのこの国境をめぐってこっちにずる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 とやってくるとこの国境の引を国引きをめぐってものすごく揉めるんですね。 で、あっちゅう間に武田と、えー、徳川妻は喧嘩状態になると。この今川の給料で、あの、ぶち切れた徳川は、あの、今川氏真を、えー、呼び寄せて、武田と北条はもっとこの今川滅びた時に、えー、一旦は決裂したんですけど北条では北条氏康が死んだことによって、武田との関係が対立から融和になっていくと。そういう中で居心地が悪くなった今川氏真は最終的に徳川家康の,あの保護下に入って、せめて遠東江東だけでも、 徳川のもんだということを主張すするわけですこれで見ると、織田は結局、武田と徳川のどちらにつくのかという難しい選択肢を攻められていたわけですね。それが、あの、1170年から起こっている事態です。で、結局、まあ、信長は徳川家康を選ぶことになったわけです。で、織、え、田、ー・徳川連合が味方の戦いで敗北。 義明の離反というのは、この武田信玄と信長の関係が急速に悪くなっていく。でこれあのどうも、上杉謙信に送った信長の書状から判断すると、武田信玄が一方的に裏切ったというふうに信長には取れているんですね。武田信玄はひでえやつだと。一方的に裏切りやがったというようなことを書いているので、信長からすると武田信玄に一方的に裏切られたと。 だからまあ、家康に、えー、あれを送ったら、ボール負けしたと。で、この頃ですね、義明が、えー、離反するのは、この意見十七箇条と、いつ出されたのか、つうのを、これ議論するわけですけども、どうもこの三方側の戦いで敗北する前後あたり、要するに武田信玄が東、東海の国にこう侵入を開始してきた頃、義明としては、信長と組むことの未来に、信長の未来に不安を感じて、で、えー、信玄に傾くと。で、この信玄に傾き始めた、 義明に対して、多分信長がけん制を投げたのはこの意見17か条だろうというふうに言われています。で、意見17か条を見ていきます。意見17か条は、信長の言いたいことを端的に言いますと、こういう感じですね。まず第一条、朝廷を大事にしないと、イ原ド殿様、吉輝のことですね、みたいな死に方しますよと。聖国にご内署を出して、馬が欲しいからどうかと思いますよ。馬が欲しいけれら信長に言ってくれれば出しますのに、勝手に手紙を出すのはいけませんよと。 それ家臣の扱いがめちゃくちゃですよと、なんか不満が高まってますよと、あの給料とかそういうあの年俸とか巡る問題であの燃えてますよと、それから将軍家の財産、あちらこちらに隠してますが、京都から逃げるつもりですか、それから加茂者の土地について、岩成友道に命じて調査するふりをしておいて、つかむりするのはどうかと思います、ちゃんとあの調べ始めたら、ちゃんと最後まで調べてくださいよと。 それから、信長と親しいものを狙うにしていじめるのはどういうつもりですかとクポ宝様に仕えているのにいじめられて給料をもらいも者は私泣きついてきたので、そういうことできませんと口ずれしたんですが、無視されました。私の面目も潰れてますが、どういうつもりですかとそれから、訴訟について、えー、私が取り継いだのに無視されました。私を馬鹿にしてるんですかとそれから、喧嘩をして殺された小泉という吉明の関係者ですが、 気にされて喧嘩したが、小泉の個人の財産を没収するのはいいんですが、妻や子供の財産まで没収したのは、クポ方様の欲の価が突っ張ってると世間で渡されてますよと。やりすぎ違いますかと。それから元気の年号を改元したいと天下が言ってるのに無視してるのはまずいですよ。烏丸光安を謝名するように信長もお願いしたんですが、それは却下されたと。吉脇はそこまで怒ってんだとしらあないなと思って言ったらいきなり光安が金を取って許した。 これ、要するに、このような金次第という感じで雰囲気悪いですよと、世間体悪いですよと。三さんって結構優秀な人間だったから、私としても、謝免されることに関しては大賛成なんですが、金を取るのはまずいですよと。それから諸国から献上された金銀を隠して使わないのは何のためですかと。ちゃんと経済回しましょうよと。それから明智光秀が収納した土地代を、三はそれを買い物に移ったら 光秀、えー、の,の土地はもともと円楽寺のもんだと言いかかりをつけて、光、えー、秀が払った金を、光秀の商売相手から没収するのはひどいですよと。それからお城、つまり二条城ですね。二条城の兵糧米を売っ払ってしまうのは、今戦争が来てるのに、あの今ここです、えー、神を売っ払ってしまうのはまずくないですかと。まあ、これ、吉開きあるでしょうね。 信長と一緒に戦うつもりなくなっちゃったから、お城の米を売っ払っちゃったんでしょうね。もし信長が敗れて信玄が来たときに、この米を売っ払って、えー、その金で信玄にあの金を差し出して、今度は信玄と雲と考えたんでしょうね、これ。朱 <laughs> 直代として大鑑識の始めとする法外な手当を与えることに関して、天下の評判はめちゃくちゃ悪いですよと。それから朝廷をちゃんと守らずに、強度を脱臭するんじゃないかと、みんな疑ってますよと。 さ、音殿インド殿様、足利義乗りみたいに悪御所と、人々は介護所を叩いてますけども、反省してくださいよ、というふうなことを言ってるんですね。これを見ると、義明っつうのがもう、えー、かなりやばいと思って、 あの将軍家の財産を隠したりとかしてる。それから信長との関係はこの段階ではかなり弱くなってる。で、これもう一つ言われてるのは、この武田の関係ともう一つは、義明の家臣団の中でも、真信長派と反信長派に分裂してあのいるみたいですね。この新信長派、例えば細川藤孝なんかは信長親し者。 兄弟でも三つ淵藤秀と、えー、細川藤孝が対立するし、で反信長の代表的な人物は上野秀政という、えー、方向集で、細川藤孝と上野秀政は相当、えー、対立して,て,い,ていたようですね。まあ、面白いのは、この岩成智道というのはもちろんあの三好三人衆なんですが、この頃三好三人衆と義明はなんと和睦してます。で、あのまあ、信長もそれを許しちゃってるということで、岩成智道、なかなか義明も信長もそういう意味では、 心が広い地はここですね、うあの足かごしてるの殺害の,あの主犯の一人ですのねこの岩成智通は。つまり言なこの岩成智通さんは、義、えー、明派についてます。これの、後に義明と共に運命を伴いますよね、彼は。この意見17条というのは、どうも、えー、信玄と、えー、信長を、信玄と家康、えー、の関係から信玄と信長関係悪くなり、その結果、義明と、えー、信長は決裂すると。 吉明信長の決裂に対して信長は上行を焼き払って、義昭に圧力をかけています。その上で信長は大際びをして、直命講和に臨んでますけども、その直命講和ができた直後に信玄が死んでしまうということの信長包囲網は信玄の,の死去によって破綻します。で、7月には義昭が再度挙兵しますけども、挙兵して二条城を退去して、牧島に移ってます。 しかし、義昭は敗北して追放され、えー、河内の和解城の方に入っています。8月には朝倉・浅井氏が滅亡、11月には義昭は和解城を退去して、名を継ぐ自害、えー、それから松永久秀が降伏するという形になっています。この頃ろ、乱社隊の切り取りを行っています。これについてはまた、えー、次回、朝廷との関わりでちょっとまた説明いたします。天正三年、えー、信長は ままだ、えー、結構苦労してます1国7 0年には武田勝頼が東美濃を占拠しています。だから武田勝頼の頃に実はあの最大領域をいるわけですね。東美濃をぐいっと抑えられた信長としては捨て置けない話になってくるわけです。武田勝頼はこの東美濃を抑えたことで、さらに信長に圧力をかけようと。1975年に、えー、三河の国の長篠城を。 の方に行きますでそ,そのちょっと前に、実は東江東の国で武田勝頼は、えー、徳川家康を結構ボコボコに伝えてるんですね。勝頼としてはその、えー、延長線上でいけるだろうと思ったわけです。でところが奥平正政,政が武田勝頼から離反してしまったとで。そこで武田勝頼としては、えー、東三の選挙、さらに東江東の国も、えー、勝頼がかなり抑えてしまったということで、勝頼としてはもう一気にみ、あのー、三河をねじ取ろうというわけで。 この長篠の,、えー、の戦いが起こるわけですね、有名な。この長篠の戦いというのは本質はつまり長篠城の攻防戦です。さらに言ったら、信長が鉄砲を使って、えー、守備戦を仕掛けると。新潮祈等では3000丁の鉄砲の三段打ちと。ただこれは新潮祈願、新潮後期では1000丁ぐらいだっただろうと。三段打ちはしてないということであただあの 大量の鉄砲を使用ししたとということに関しては事実であるまあ一戦長であってもあの相当な量の鉄砲であると。でもう一つ武田勝頼がとりあえず時代遅れの騎馬で突っ込めというふうに言ってますけどこれ実は信長も本願寺との戦いではあの本願寺の火災荷主に対して、えー、信長はやはり騎馬戦で突っ込んでいってますから城を守る要するに守備側と攻撃側では 当然信長の場合要するにあの、まあ、城えー、つうかこの、えー、自分の信長陣地を守るというのがポイントであって家康信長にとってはここの陣地を守るための銃であってここを攻めようとするならば武田田勝頼はここ突っ込むしかないわけですね武田勝頼が特にむちゃくちゃなことをやったというか、まあ、そも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 論として武田勝頼は長篠城にこだわりすぎたと。 のここは一旦撤退三河の国は一旦諦めるという損切りが、えー、必要だった局面を勝つは見誤ったという、うに見るべきだろうと攻防では、暴のが圧倒的有利なわけですから、それをあの信長サイドは大量の人海戦術で潰そうしてきてるわけであって、そこのところにそもそも方法論がどうのこうのじゃなくて、そもそも勝てる戦いではなかったんです勝利してはここは損切りすべきだったというのが事実ですね。 これ武田勝頼はこの長篠の戦いで多くの武将を失ってます。武田氏の文書を見てますと、この長篠の戦いで死んだって言う方、結構おるんですね。のあの勝頼のあの信玄勝頼のこの祖江とか書いてる連中、そういう重臣クラスが大量に死んでるんで、これは武田氏の勢力失墜、権威失墜につながります。この権威総論というのはあの朝廷とのごたごとです。これは蘭者隊、権威総論、えー、次回やりたいと思います。 それから天正三年には越前一向行きが平定され、大阪本願寺と和睦もなります。これ、大阪本願寺と信長とんは、もう和睦と戦いの繰り返しですね。だから、いつもにやら気がついたら戦ってます。気がついたら和睦したらすぐ戦ってます。で、信長はこの天正三年の末にゴンダイナゴン、権大納言、右近衛の大将に任官しています。 織田家の家督と美の終わりを着手信忠に譲り、自らは権、えー、大納言、右近の大将という形で、要するに、まあ、織田家の家督、織田軍団の、えー、指揮者を信忠に、自分は天下人としての役割を果たそうということを考えたのが、この時期の信長だろうと。長篠合戦図ではこういうイメージがあって、えー、ありますけども、まあ、実際にはこういう作だけでなくて、 まあ自然の用害等も利用した、鳥で見たものが作られたみたいですね。で、第3次信長法囲網、これは七7 6年初頭に義明がやったものです。だから第1次、第1次、第3次の義明が実際に作ったのこの第3次法囲網ですね。義明は本願寺、それから紀州の最下州、武田勝頼、毛利輝元、浮田宗 えー、直家上杉謙信、松永久秀が参加していますその参加に加わって、えー、山名助豊とか、えー、秦野秀治も、えー、信長から離反して加わっています。まず信長は、えー、武田勝頼のことをやって本願寺の失敗しています。要するに、えー、力攻めにガーッといって、結局失敗するわけですね。えー、信長自身も負傷しています。で、包囲戦に入ります。えー、以降、4年間にわたって、 え本願寺とえそれからあの信長の包囲戦が続きます。これまあ,あの信長にとっては金かかるわけですね。えー、ずっと要するにあの激しく攻撃せずにじっとただ包囲してでこのようにする。まあ兵あ糧攻めですよね。でえ上杉謙信とえ本願寺が和睦しました。それで上杉織田同盟が破綻しています。実はは上杉織田のの関係っいうのは あ足利義明の命令で小田が、あの、上杉と武田の、えー、同盟を取り持って以降、えー、上杉と小田の関係つうのは悪くなかったんですけども、この時に、えー、まあ、上杉謙信は、吉明サイドに着くことを、えー、決意すると。要するに、まあ、信長を天下人認めたくないと。なんせあの上杉謙信は関東関連のプライドありますからね。だから、まあ、将軍から、命ぜられたら、あの、信長ではないと。 第一次木津川口の戦いで、えー、村上水軍が、えー、織田水軍を破って、本願寺の補給に成功すると。1977年には斎下衆を、えー、紀州を攻めて斎下衆がかなり損害を受けています。10月には松永久秀が、えー、いきなり離反して、えー、いますけれども、信忠軍が鎮圧しています。9月には信長方々について長野城は陥落し、えー、手取りがの戦いで、えー、柴田勝家が敗北して、やばいなという感じになってきます。 しかし、78年に謙信が病死します。で謙信が死んだ後と、小竹の乱が起こり、上杉氏の弱体化、これ、上杉謙信が死んだ後のあれですね、内紛で上杉氏が弱体化して、まあ、信長は、またもや助かると、信長というのは、そ意味でやっぱり非常に運がいいですね。いきなり信玄が死ぬわ、謙信が死んだ後と、小竹の乱が起こるわ。 あの北陸方面に憂れがなくなった信長は、えー、西国方面に集中します。羽柴秀吉が播磨、えー、攻略を行うと。第二次木津川口の戦いで、えー、久喜水軍が勝利したことによって、えー、本願寺へ、えー、の運命も尽きてしまうと。で本願寺は孤立し荒木村重、えー、別所長春、秦野秀治らは敗北を繰り返して完全に本願寺はぽつんと信長の、えー、中に取り残されてしまうと。 1980年には大阪本願寺を明け渡して第三次の室長包囲網は、えー、完全に崩壊するということになりますその2年後には武田勝頼も滅びています長篠の戦いのところで今日奥平が武田から小田川に行っちゃったので勝頼が勝っトなったというのがいかんということですかそうですね損切りをやっぱり図るべきだってあのカットなったらいかん <laughs> 小田連合軍が来た段階、小田徳川連合が来た段階で、損切りすすべきやったんですねあ一回撤退してと、うん。いや、これが例えば、甲斐の,の国とか、遠東江東の国、駿河の国とかやったら、まあ、それは勝頼もあれですけども、勝頼がちょっとやっぱり出過ぎた。遠東江東の国の半分ぐらいは勝頼やって逃げたんですね、高天神城の戦いで。 初めのうち勝で勝ち勝でで続けてたらしいすねそうなんですよ。ものすごく優れた武士だったみたいですね、勝頼率のは。この長篠の戦いから、あの、ぽろぽろ滅びていったんで、なんか、バカとか、<laughs> そういう勝頼っのはあの、信玄をしのぐぐらいの、やっぱり、あの有毛な武士だみたいですね。これでも、あの戦のパラダイムいうのが、もう、その時に長篠で変わったんじゃないんですか。いやこれあの、えー、実は パラダイムが変わったっつうか、勝頼やってることはそんなにむちゃくちゃじゃないんですよ。あの、信長も本願寺の時にやってますから。城を一気に攻めつぶすにはあの、大量の騎馬軍団に突っ込んでいくのがあの、攻める側の鉄則ですわ。ポイントは、この時あの、信長が大量に軍勢を押し込んできたのに、えー、勝頼が、あの、それを侮ったっつうのが一番まずいかなと。だから、どっちかやったら、あのパラダイムのうんうんとよりは、勝頼の、 気の緩みが、私は大きいかなという気がしてます。上杉謙信の場合ね。はい。織田が鉄砲隊持ってても、結構優勢に戦ってますもんね。うん。合格以上に。織田の鉄砲隊があれば、何でも勝てるというわけじゃないと。そうなんですよ。まあ、織田が鉄砲を大量に使ってる、そのは事実であって、鉄砲を大量に使う,というのはま、そ、ま、の、あ、あ鉄砲って、別に信長の、先輩特区じゃなくて。いろんなとこ使ってますからね。 船長の鉄砲戦は多いとは多いんですその辺は、その辺でパラダイムは変わってがすごいなっていうのは実はです。本願寺もいっぱい持ってますもんね、雑賀なんか使って。そうそう。まあ流しの場合、織田軍の方が数多かったでしょそう。数が多い方に攻撃側が数が少ないと、やっぱまずいんじゃないかと。そう、まずいですよね、これ。うん、普通は攻撃の方が数が多いから、なんとか互角やのに。 そうすると勝頼と武田側がなんであそこで長篠でやれると思ったかというところが問題なわけですねそうですねそれあまり聞かないですね武田側がどうして武田側も歴戦の連中だったでしょ、うん、大阪とか喧嘩慣れした連中がいっぱいいてましたねうん やっぱり連戦連勝だとあとそれからやっぱり織田徳川連合軍織田の信長が実際にやってくるとこなかったんちゃうかなとこの長篠という、えー、拠点逆に信長が損切りすると思ったんかなと私は思ってますけどねそれはちょっとあの、えー、細かく調べててあのて今パッと思いつきレベルなんですが勝頼としては信あの勝頼の考え違いとしてはあの とりあえず勝頼は信長がこの三河の国のこの長篠に関しては損切りしてくるかもしれないと。甲斐と三河の国境であってまあかなりでも長篠でも見たら結構あ,のあれですよねあのかなり平野部に寄ってきてますからそこかなとかまあ勝頼としたら高天神城境で勝って勢いついてるし東にも抑えてるからいけると思ったんでしょうね。<laughs> しか言わないですね。うん、根拠のない自信。あの日本のお家芸ですね。兵力数でいうと半分ぐらいでしょ。確かそ,そうでした。武田側が。うん。いやそれ知っててね、半分でも勝てると思った,んやったらね、どういう計算が成り立ってるんだろうと、は疑問に思いますね。兵力差を知ってたんやろうかとかね。あまさかあの信長が。 全力投球してくるとは思ってなかったと。うん。だからそれこそ、損切りしてくると。まあ、要するに信長としても、これ、一種の賭け投げであって、ただ信長の人には別にそう失うもんないか、これ。ここで全力、全力突っ込んどいて、その間に何か足すくわれるってこともなさそうやし。勝つよりはアウェイですよね。アウェイです。そのアウェイのフリーグのがいっぱいあったんちゃうんです。 そうなんですよアウェーで数が少ない、しかも攻撃側、<ー>いや不利な条件しかない、鉄砲、船長なくても、多分勝てたの、そこで勝てるというふうに計算した、その武田側の根拠がね、どういうことで勝てるはずだったんだろうと、負けると思ったら引引ききまますすよね引きますね、うん、だ負けるとは思ってなかったわけで、でうん、お客様の時みたいに、数少ないけど、これはギャンブル出るしかないわと。 いうようなわけでもないわけだし、うん、武田の方としては別にここで引いてもいいわけだし、選択肢はあるんだし、ここまで出た以上は、いかないと、今までの努力が無駄になる。うん、それ、それどっかの国の戦いみたいじゃないですか。<laughs> <laughs> <laughs> オリンピックやめられない。<laughs> ーお家芸ですよ、だから。<laughs> 多分これおと思うんですよどっかの国のお家やと思うんですよ <laughs>。<laughs> ここまで金を使って、ここまでもう、あのー、部下たちもみんなもう沸き立ってると。うん、ここのところで引いたらプラン B がないという <laughs>。信長そういうとこあんまりないですね信長はね、やっぱりその辺が信長が優れてるところですよね。あっさり損切りするし。 負けることもあるんですよね、信長って。うん、結構負、結構負けますよ。この頃の戦に軍学を行か、例えば、相手が3000人で城を守っとっったららこっちはその人ぐらいで行けとか、そういうようなあの路地の学問とかみたいな、そういうのは兵学を行か、あったんですかどうでしょうね。 軍学者がどうたらこうたらというよりはあの軍師つうのも最近のあれでは軍師と言われるものが実際に軍略を練ってるか言ったら実はそういうわけでもなく一番専門家はやっぱりあの戦争なんかもやってきたあれでしょうねあの朝,朝倉滅ぼす時の信長のやり方っつうのはあの、はい、一瞬の判断力ですからねあれ。 朝倉の砦をぶっ潰したときに、あの信長はそ,のそこで捕まえた捕虜を全部逃がしたと。逃がしたらどうなるか言ったら、そいつらが朝倉の本人に逃げ込むだろうから、そしたら多分、吉賀家がパニックを起こすから退却するからそこをつけばいいと。で、その時に信長はあの動き出した、吉賀家が動いたのに、すたちに突っ込んでいったんで、あの周りの人間も面食らって何、何、何、何って言って、遅れていったと。途中で信長は待ってたんだけど、ブチ切れてたという話があるんで。 あの長篠城に関してはあ酒井忠次がなんかどっかの山をこう押さえるったのが結構大きかったらしくてそれを軍議で実は酒井忠次が信長に「あそこの山を攻めましょう」言うて言ったら信長がブチギレて「そんなそんなアホなそんなアホな白菜あるかい」って怒つけて酒井忠次に出ていけ言うて出て行った後と信長こそれをやってきてあのあそこでやると。 あの漏れるからだからあのここでこっそりお前に命令するあそこでも取ってこいというふうに言ったという話がまあこれ江戸時代のあのえっ、ー、と定山祈願なんであんまり信用性はうんという感じなんですけどもそういう話が一応残っててまあそこの,あの長篠城の近くの山の攻防戦っいうのは意外と意味があったということ言われてますね。